どうも、朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。毎週水曜日は番宣からということで、昨日モリコの部屋動画アップいたしまして、まあ、恒例のね、今週のお題はということで、今週のお題は1万円の予算、アクアリウム用品を買うなら何が欲しい。1万円の予算、アクアリウム用品を買うなら何が欲しいということで、はい、なんか1万円ってなんか嬉しいですよね。はい、嬉しいんですよ。で、例えばね、アクアリウムにしか使ってはいけないっていう1万円をもらったとして、で、この1万円何使うかって話ですよね。アクアリウムし縛りでね、で、1万円あれば結構いろいろ変えて、まあ例えば1万円あればね、レイアウトのね、あの素材を全部1万円に変え、1万円から変えればね、もうかなり綺麗ないいレイアウト組んだりできると思いますし、まあ整体もね、1万円あれば相当なグレードのものを購入できると思いますし、まあ、考えればね、本当に無限の可能性がある、そんな幸地さん1万円、はい、まあちょっとこういうのがね、欲しいなって考えるだけでなんか夢がね、ちょっとワクワクしますので、それをちょっとあの私の方にお寄せいただければなと思いますので、一応ね、YouTube のコメント欄、あと Google のフォーム、あと Twitter の場合はハッシュタグおてこ TV でつぶやいていただければ、私がちょっとね、あの確認して、時間ちょっと、すぐ確認できないかもしれないんですが、確認して、あの対応して、あと森子さんと一緒に作り上げていこうかと思いますので、よろしくお願いいたしますよと。はい、あと業務連絡で、本日は24日ね、先日1000人達成の、プレゼント企画ということで、当選者の方に、本日からちょっと発送準備整えていこうかと思いますので、2、3日後かかるかもしれないんですけれども、お待ちください。T シャツやアクセサリーはね、全部ね、60ぐらい発送しなければいけなくて、ちょっと私一人でやってるんで、T シャツアクセサリーの方はちょっともしかしたらもうちょっと時間かかるかもしれないんですけれども、まあ最長1週間ぐらい見ていただければ、届くかと思いますので、首を長くしてお待ちください。はい、あと一人だけ例外で、一等特賞ちぐささん、はい、アクセサリー一から作っていて、一応ねここまでできているんです。はい、どん、はい、ここまでできてるんですけども、あとはね、私がね、あのチェーンとかそういったその加工して、まあ、最終的なアクセサリーの形にちょっと仕上げようと思いますので、待っててねって感じです。これはちょっと時間かかりますね。まあちょっとあの受注発注、そんな感じなので、ちょっと待ちくださいということで。で、ああ、そう。で、あの T シャツね、T シャツ、モジャ T、昨日到着したんですよ。はい、一応 Twitter ではあげたんですけれども、一応私が着るとこんな感じです。はい、こちらもドン。はい。まあちょっとね、小太りなおっさんが着てもいい感じで。一応ね、これ L サイズなんで、着た感じ大きかったです。大きかった。結構大きかった。はい、大きかったんで。まあちょっとあのちょっとダボっと着るような感じの T シャツかなと思いますんで、お楽しみにしていてください。あ、ツイッターでね、これ着てあのアクアリウムバス行くよっていう方がいたんで、あのよけ料理で変な集団になっちゃうかなみたいな、何なんだろうっていう感じになるかもしれないですけど、まあそういう楽しみが増えたという、あの楽しみを共有できたということは本当に嬉しいことなので、まあいろいろお楽しみにしていてください。で、今回はね、ちょっと、まあ、昨日、すごいもう編集しまくったんで、もうちょっと編集しない感じで、はい、雑談でいこうかなと思いまして。でね、そう。あの、最近ね、あの、宮迫さんと、まあ、吉本のね、問題が大きく取り上げられてますよね。もうね、なんかいろいろな感情が吹き出していて。まあ、そもそも当初は、まあ、反社会勢力の人と、まあ、接触したっていう問題から、今やなんか吉本興業という会社の在り方の方になんかシフトしていきましたよね。で、あの社長の会見は皆さんどういうふうに映りましたかね。その宮迫が発端となるような問題で、まあ攻め方間違えたような気もしますけど、まあ私的にはね、まあ社長にはちょっと同情する部分も多くありますけれど、ただね、普通の会社であればね、あのパワハラ発言、あれを認めた段階で、
まあ今ねコンプライアンスがもうどうのこうのっていう言われているような昨今で、まあ普通上大きい会社であればコンプライアンス委員会みたいのがあって、でそこにこういう発言があってこれをどうなこうなっていうふうに、まあ多分弁護士を交えて話されて、で、これも完璧にパワハラなんで、もうこれはねもう社長解任か、まあ、辞任とか、まあ、そういう感じが普通の会社だったら適切なのかなって思いますね。だからパワハラだけ見るとね、あれは絶対やっちゃいけない、 今のコンプライアンスの中では絶対やっちゃいけないことだと思うんで、その反社会勢力の云々とか、その問題の前にあれはダメだなっていうふうに思いますね。はい、まあ宮迫もね悪い、まああれがやっぱ一番悪かったのかな、やっぱ一番ね。だからまあ会見やってちょっとね、世論というかも少し変わってきてますけど、まあ悪いことしたのは変わりないので、まあまあねって思いますけど、まあそもそもねこれ一会社のことなんで、まあ騒ぎすぎっちゃ騒ぎすぎのような感じで、うちわでやってくれっていうふうには思いますよね。あの会見も何見せられてんだろうって感じもしますよね。はい、とかね、まあまあまあって、こういう話題じゃないんですよ、はい、そうそう長くなっちゃった、これ長くなっちゃった。でもね、私はねアクア系の YouTuber なんで、まあねこういうのじゃないんですよ、モノモス系とかでもないので、はい、でこのね宮迫さんがね、会見が行われる20日に行ったのかな、その1日前の19日、ヤフーニュースに入っていた記事があったので、まあ目にされた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ日本が誇る、クオリティーペーパーの朝日新聞の記事で、はい、まあありまして、で内容が日本関係の30種絶滅危惧種に河川源で淡水魚に打撃というのがありまして、まあ、ちょっと読み上げてみますと、自然保護連合は18日に絶滅危惧種などをまとめたレッドリストの最新版を公表した。日本関係では淡水魚が重点的に評価対象となり、ホンモロコ、タナゴなどの多くの固有淡水魚がリスト入りしたと。ダム建設などにより自然河川が失われたことや農業や都市からの汚染が主因に挙げ、外来種と生存競争が拍車をかけていると指摘するということで、まあ人間がね、まあ豊かになるためにまあいろいろとね自然を壊していった、まあ住むところがね、そういった原因で住むところが奪われて、まあ水が汚くなって環境が悪化して、でそこに住む小さなね生物たちの生命を脅かし、まあさらにはね人間の出港や食料などね、そういった確保するっていうことで、まあ人間都合で持ち込まれた、他から持ち込まれた生物がまあ繁殖して日本にいる固有の生物動物たちの命を奪っていくということになりますよね。まあさっきのまあ、宮迫一見もそうじゃないですけど、まあいろいろねその人間ってエゴとエゴが戦ったりね、まあそういったことも多いんですけども、ちょっと少し目線を変えてみればこういう感じで、はい、生命をね脅かしているっていうね、これもなんかまあ同じ土俵では語れないですけれども、なんかどっちが大切なのかなって思っちゃうこともありますよね。でまあとは言ってもね、私がこう考えると言っても、まあ生きてるだけで水も汚しますし、ゴミも出しますし、二酸化炭素だってねバンバン出してますよ。で今こうやってねパソコンを使って動画を配信しようとしているだけでも数多くのエネルギーが使われて、で自然の環境の悪化に貢献しているということなので、まあ人間として生きてるだけで本当何をやってもまあその環境を悪くしているっていう気さえしますよね。でこの前ねお世話になっている、パテモスさんからも、まあ釣りしてね釣れた鯉、それを飼育してまあ観察してから、まあ再度ね川に放そうかっていう、まあ釣ったところのね川にまた戻すんだからいいだろうって思うんですけど、その鯉ですら外来種だったようで、でまあそれね多分孫いっていうんですけど、まあその歴史もね結構古いらしくて、まあちょっと今私も
さっき調べたんですけど、まあ、日本のね歴史が始まる以前に持ち込まれた外来種のようで、だからそんな日本の歴史が始まる前の古い時代でさえ人間の活動によって、まあ、生態系を崩すような行為をしているってわけなんで、まあ、その人間という存在自体がね、まあ、そういう性質を持っている人、まあ、生き物っていうことなのかもしれませんよね。うん、でこの件でねパテモスさんが、まあ、飼育者としてのね葛藤を、まあ、動画にしてあげていますので、うん、まあ、ちょっとやっぱアクアリウムやっているっていうことはそういうこともね少し考えなきゃなと思いますので、これはね今見てる方ぜひパテモスさんの動画リンク貼ってますんで絶対見てくださいみたいな思います。はい。でアクアリウムをやる以上は、まあ、しっかりとしたねルールは守っていかなきゃなって思いますね。うん、まあ、特に熱帯魚って日本のお魚じゃないじゃないですか。うん、まあったかいところから確実に持ってこられたものなので、だから飽きたら飼育に飽きたらじゃあね殺しちゃうのもあれだから川でポイしようっていうのも絶対しちゃいけないと、うん、まあ、これだけはね心にアクアリウムやられてる方は絶対しちゃいけないってことは心に置いてほしいですよね。うん、だね、それ以外の地球環境のその問題は本当に大きすぎて、私の手に負えるって一人で何やってもどうしようもないことなんですけれども、なまあエコって言いますけど、まあ正直ね、その人間がやってる自体、なんかいろいろやってる自体もなんかエゴの塊のような感じなので、まあその中のねエコ一個やったとしてもって気も正直するんですけれども、まあやらないよりはね、うん、まあ偽善かもしれないんですけれども、やらない善よりやる偽善か、うん、そんな感じで、はい、ということって今回は社会的なお話でございました。はい、いやちょっとねなんか真面目に話すとなんかあれですけどね、うん、まあいろいろね深い、やっぱ深い、うん、宮迫から始まって地球環境のことも考えるってね、うん、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。モリコの部屋、今回のお題は1万円の予算アクアリウム用品を買うなら何が欲しい、こちらね良ければ概要欄に詳細を書いておきますのでご応募よろしくお願いいたします。あとここまでご視聴いただいた方の中でまだチャンネル登録をされていない方、アクアリウムのみならず環境のことも考えるチャンネル朝日のおてこ TV チャンネル登録されてはいかがでしょうか。あとツイッターも少しずつついついしておりますので、よかったらフォローお願いいたします。ということでおてこ TV お送りしたのは朝日でございました。じゃあ